先生の間違いを指摘してモテようとする陰キャ。じゃあこの黒板に書いてることを板書しといて。一問目の英語の綴り間違ってるな。おお、本当だ、間違ってる。さすがだな。中井。僕、書き間違いとか言い間違いとか見逃さないタイプなんで。もう先生に尊敬されてんじゃん。そのうち先生から永井先生って呼ばれるんじゃね。じゃあミスを指摘する永井先生でミス永井って呼んでくれないかな。ミスとミスをかけてんのか。永井、男性の場合はミスターだ。おお、ミスった永井。カウンター食らってんじゃん。今日の保健は黒板の男女の絵を見ながら人の成長についてやっていきます。ちょっと待って、あの絵のおかしいとこに誰も気づいてないのやばいな。何、そんなすごい間違い発見したの？あの絵、女性なのに下半身に突起がある。おお、不正規の大発見。絶対間違ってるよあれ。あれ、あの男の下半身の絵もいろいろ間違ってるな。おい、詳しすぎるだろ。次は何がおかしいの？普通の人のあそこはあんなに皮むけてないよ。ああ、知ったかぶり。それは君のデータが間違ってるよ。え、マジ？あ、でもあの絵の大きさは絶対平均ではないと思う。それまた君のデータだけを見て考えてるんじゃない？いや、大きさに関しては1000人以上のデータ取ってるから。1000人以上ってどこでそんなビッグデータを？ AV だよ。ああ、ビッグデータ。あいつらは平均がビッグだから。どうした？黒板に間違ってるとこあるなら指摘してくれよ。あ、やば、他になんか間違ってるとこ指摘しようよ。あの、その女性の絵の胸部はもう少し大きい方がいいかと。おお、そうか、指摘してくれてありがとうな。やったじゃん。でも今回はすごい細かい間違いの指摘だね。まあ間違いの指摘というか、女性の胸はもう少しだけでかい方が個人的に好きだから。お、指摘。さっきの授業君教師超えてたよ。もう超教師じゃん。この超教師様が女子に保健を教えてあげるから、うん、実技指導で。おお、不調教師。座学しかやったことないだろ。仮に模試に保健科目があれば慶応大でも A 判定だろうな。うわ、惜しいな。あ、じゃあその慶応レベルの頭を女子にアピれば女子からの評価も A 判定もらえるんじゃね。うわ、またなんか盛り上がってる、クソ童貞。あ、 D 判定。チャンネル登録と高評価よろしくお願いしますね。